も大好評。人気アニメ僕やば、キュンキュンした MC が甘酸っぱい青春を告白、決めた未公開トーク。ちなみに柴さんはこの僕やばみたいに甘酸っぱい恋愛したことあります？中学生の時とかはね、確かにあの彼女いたんだけど、全く喋んないから。え、どっちがですか？こっちが柴さんが結局そのなんていうの、何喋っていいか分かんないから恥ずかしいし。柴さんも恥ずかしい瞬間ってあるんですか？あるわ、なんだと思ってんの。いやいや、そうそう、だからなんか喋るイメージあるから。先輩だったんだけど彼女も、一個上の、そうそうそう、素敵だ。その先輩の彼女と、彼女と一番仲いい先輩が呼びに来て、うん、その彼女のとこを連れて行かれて、うん、なんか部屋閉じ込められて、喋れ喋れ、ありましたありました。いや、思い出した、こういうの見たら。ちょっとなんか今でなんかキュンとしちゃった。これはでも甘酸っぱい。そうでしょ、あるのよちゃんと。ありますね。そうですそうです。あつこしはありますか？でも私も好きだった人がいて、うん、一緒にあのドキドキしながらカラオケ行ったのを覚えてます。おー、はあ。カラオケ行って2時間カラオケ行ったんですよ。で次どこ行こうかって言って、うん、プリクラ撮りに行ったんですけど、いい、なんかあんまり私も近づいてるのか分かんなくて、うん、でもプリクラの中って密室で個室じゃないですか。そうだよね。で結構枠内に収まらないと写真って撮れないから、割とこう距離と距離縮めないといけないから、もうちょっとドキドキしながら、もう写真だから仕方ないよねって言って近づいて、うん、イエーイってやったのを覚えてます。いや、違う違う違う、言い方で寄せてこない。覚えてます、ね、甘酸っぱかったんですって。そういうもんよね、本当に。このなんか今だとね、こう全然縮めて写真撮ります、はいチーズ、なんか別にね、もう仕事って何もできるとかできますけど、そうそう、やっぱ当時は経験もね、そりゃそうよ、男性とかも分かんないの で、ね、でもこの距離でも恥ずかしかったです。で後に付き合えたのじゃ、その人。いや、付き合えなかったんです。あら、そういうパターンもあんだもんね。いろんな意味で甘酸っぱい、いいですね、はい、思い出です。いいじゃない、はい、これはいろんな人それぞれ重ね合わせて見れると思いますよ。はい、はい、本当にそうです。金メタ無料配信はアベマ TVer で。お気に入り登録もぜひお願いします。